フランキスパス15は、イタリアのフランキ社が設計した三段銃。フランキ社製の三段銃、フランキスパス12の発展、改良型である。先に開発されたスパス12は、セミオートとポンプアクション式の二つの射撃モードを持ち合わせていたが、従来同様のチューブ式断層のため、再装填に時間がかかるという欠点を抱えており、また使用中に魂を変更することが困難だった。 スパス15は、こういったスパス12の問題点を改善することを目的に、イタリア軍の要請で開発が始められたが、アメリカ軍で進められていた、個計画のトライアルも意識されて開発された。このスパス15は先行のスパス12と同じく、セミオートとポンプアクションの切り替えを可能とし、イタリア軍の要望に合わせ、箱型断層を装備した。また、はじめは、 固定式重症を装備したものが製作されていたが、その後折りたたみ式の重症に変更された。先台の上面にスイッチを備え、これを押しながら先台をわずかにずらすことで、セミオートとポンプアクションを切り替えることができる。セミオートの作動には発射ガス圧を利用し、ガスチューブは重心の上に設けられている。機関部の上面にはボルトと連動して動して動くコッキングレバーと蛍光用ハンドルを兼ねた。 リアサイトがある。配送やは銃の右側面に行われる。全体としてアサルトライフルに似たデザインとなっている。発表時には、被殺小性のラバーやプラスチック製の散弾を封入した弾薬も用意された。これは警察などがボート鎮圧用途などにも使えることをアピールしたものである。弾倉と薬室内の弾薬をリロードすることで、 簡単に通常の三段と日殺し症性の三段など玉の種類を変更することが可能。これにより様々な事態に容易に対応できるとアピールされた。断層も当初は通常の三段用に赤のラインが入ったものと日殺し症性の三段用に緑色のラインが入ったものが用意されていた。しかしこの識別色は相手にも容易に玉の種類が判別されてしまうため、 量産型では極初期のものだけで廃止されている。現在はイタリア軍の国連平和維持部隊で運用されている。プレデターに冒頭の銃撃戦で、ロサンゼルス市警察のスワット隊員が使用。スターゲート SG-1 エピソードの中で数回登場。主に、レプリケーターを銃撃する際に使用する。AB と小井まさみ。 軍用獣自転改訂版並木処防 ISBN9 兆7848億9063万2138ありがとうございます。